ダイナミックストックフローダイアグラムフローとは一定期間内に流れた量を言い、ストックとはある一時点において貯蔵されている量を言う。フローとストックを対比するのは主に経済学での用法である。ストックとフローとは前者の変化量が後者に当たるという関係にある。例えばダムに溜まっている水量がストック、これに対してダムから流出したり流入する水量が フローにあたる。アルフレッド・マーシャルの式 M イコールクッピーにおいては、M はストック、PY はフローにあたる。K の逆数である貨幣の所得速度が低下することは、ダムのよどんだ水に例えられることがある。アービング・フィッシャーは、生産をストックへの追加、消費をストックからの削減と見た上、経済的な福祉を表すものは、ストックの大きさであると考えた。このような考え方は、 フローである消費が大であることを経済的な豊かさと見る考え方とは対立するものである。複式簿記では期間の損益状況を表す損益計算書がフロー特定時点での財産状況を表す対策、対象表がストックに当たるものである。ありがとうございます。